京成電鉄、オリエンタルランド舞浜リゾートライン株式会社、舞浜リゾートラインは千葉県浦安市にあるモノレール路線、ディズニーリゾートラインを運営管理する鉄道事業者。オリエンタルランドの完全子会社で、アルックの筆頭株主である京成電鉄の連結子会社であり、京成グループの企業である東京ディズニーリゾートを周回するモノレール。 ディズニーリゾートラインの運営のほか、東京ディズニーセレブレーションホテルの所有も行っている。経営状況は、資産規模に比して、ディズニーリゾートラインの建設費の額が大きく、原価償却費や借入金の利息額が大きいため、債務超過状態にあった。経営努力のほか、親会社であるオリエンタルランドの支援も受けているが、経営の状況が好転しないため、2007年4月に、 運賃の値上げを初めて行った。それらが功をそうしてか、2018年現在では、収支が黒字化している。車両は6両編成5本あり、自動運転だが車掌が乗務する。整備、検査の一部を形成グループ各社に委託する場合もある、新形成電鉄、北総鉄道など、実際、 全般検査は舞浜から車両を京成総合工場まで陸送して行われた。乗務員の育成を京成電鉄に委託している。2020年春より新型列車の運転開始を予定しており、それに合わせる形で既存車両の入れ替えが計画されている。今後、2024年度までに毎年1編成ずつ5本を新車に入れ替える。当初、 2020年5月21日から新型車用リゾートライナーの運行を予定していたが新型コロナウイルス感染拡大によって運行開始日が延期となり同年7月3日から運行を開始した前後編成の導入予定は2023年度末までの予定に変更されたありがとうございます